こんにちは、お疲れ様です。まあ、動画をアップロードする際に非常に大事なことっていうのは、まあ、気づきとかね、発見とか、あら、おや、まあっていう意外性とかね、まあ、何かためになったなっていうふうに動画を見た後に思えることではないかなと思うんですよ。で、その、まあ、一番いい例がこのリレー動画って言ってね、動画を作って、その動画に対して、まあ、気づいたことや感じたことを返信するみたいなことのやり取りなんですよね。まあ、これっていうのは言ってみればA さん対 B さんの会話でもあるんですけども、これをね YouTube にすることによって、落ち着いてどんなことを言ってるのかっていうことを聞き取ることができて、で口を挟まれることなくね、こちらも言いたいことが言えるということで、ものすごくねスッキリするわけなんですよね。でこの会話の行ったり来たりによって非常に学ぶこととか気づくことっていうのが多くって、でこの気になる男シリーズも今200話をね過ぎたところで、今日版のそのズームライブに行くわけなんですけども、まあね、タカさんもね、あんなことを気づきました、こんなことを気づきましたっていう風にたくさん書いてくださって、今回はあるわけなんですけども、その途中で商品が売れたりとかサポートをするのと並行して、この気になる男シリーズをやったりとか、サポートをするからこそ気になる男シリーズのネタができたりとか、まあ、いろんなことにつまずいたり振り返ったり立ち止まったりとかしながら、やっぱり一歩一歩ね問題解決をしたからこそ、これ200話を超えるところまで続いてると思うんですよ。でこれから500話、1000話、2000話と続く中で、さらにさらにもっともっとね多くのことを気づけると思うんですよね。でここからはこの動画をご覧になっている方に、皆さんにね申し上げたいんですけども、やっぱ気づきとか発見とか、あら、おやまっていうね意外性な自分の気づきですね、これやっぱりそういった発見が常にあるかなってことなんですよ。その発見を常にアウトプットすることとか使うことによって、まあ、進化や成長ってあると思うんですよね。でビジネスで進化と成長っていうのは必要不可欠で、その現状維持っていうのすら多くの人はできないんですよ。現状維持ね、例えば YouTube で1日1本動画を撮りますって言って、その現状維持ってほとんどの人やらないでしょ。いつの間にか1週間1ヶ月経ったら、あれがあってできませんでした、これがあってできませんでした、ネタがありませんでしたとかね、そんなことになるんですけども、なんか今朝ね私はカレーを作るところ動画上げたじゃないですか。だから何か食事をするっていうところだけでもネタになるわけですよ。でそれを誰も見ませんかってことなんですよ。誰かは見るでしょってことなんですよね。でそういうふうにネタがないんじゃなくて、ないなりに探していくってこと、新聞記者で言ったら、取材をせずにネタがないって言ったらデスクにどやされますからね。で雑誌を埋めないといけない。でその記事も、もう本当にね読んでよかったって思わせるような記事じゃなくちゃいけないと。芸能人の意外な一面とかね、で新しいニュースの発見とか、そういったものをやっぱり報道機関としてはニュースとして出さないとやっぱ選ばれないわけですよね。それは YouTuber でも一緒で、ただ自分の独りよがりな感想を言ってるだけではなかなかね共感は得られないですし、そこから商品を売るのっていうのは考えもつかないわけなんですよ。で実際この気になるとこシリーズのやり取りの中で、私もそうですけどタカさんも商品が売れてるわけですね、この200話のやり取りの中で。でずっと見てる方はいないと思いますけども、ずっと見てる方は、あ、このポイントで商品が売れたんだなと、誰が買ったんだろうかっていうふうな興味や好奇心に移ってきて、それが徐々に発見とか気づきになって、自分が取り入れていくビジネスのネタになるわけなんですよね。でそうやってスキルアップしていくと思うんですよ。で同じインターネットが YouTube 使ってるのに、片っぽでは利益を上げる人がいて、片っぽでは利益が上がらない人がいて、売る気持ちはみんな一緒なのに、売れる人と売れない人って分かれるんですよ。それは売る気持ちはみんな一緒なんですけども、果たして気づけたか、発見を自分のものにできたか、使えたかっていうこと、ここに大きな差ができてるんじゃないかなと思います。で今回はねYouTube のショート動画っていうのがありますけども、タカさんなりにこうやったらショートにならないよみたいなのを出してくれまして、私もねハッシュタグショーツっていうのはねつけてなかったなと思うんで、これからね気にしていこうと思うんですよ、つけていこうと思うんですよ。まあ、それによってまたねショート動画の可能性がブラッシュアップされますし、それによって得た結果をまたタカさんにお伝えすることによって、まあタカさんがね参考にしていただいて次に進むっていう感じで、相乗効果が得れるってことなんですよ。でも動画を上げないし、誰かの動画を見ないし、やり取りしないし、学ばない人に相乗効果はないですよね。だから早く YouTube をものにしたいんだったら、やっぱり誰かとね一緒にやっていくことじゃないかなと思います。まあ、その中でも、経験や実績豊富な人と組むとものすごく効果が出やすいし、厳しい指摘もいただけると思うんですよ。で今晩YouTube ライブじゃないや、 Facebook ライブじゃない、なんだっけ、 Zoom ライブありますけども、21時からね、私もそうだし、タカさんも、これで家を養ってますからね、家族をね。で日々の自由を手に入れてるわけじゃないですか。じゃあそのエッセンスを2人同時に聞けるわけですから、こんなチャンスはないと思います。で他に YouTube で稼いでる人がもしいるんだったらね、その人の話聞いてみてください。なかなかいないと思いますよ。
じゃあ今夜21時からお待ちします。じゃあタカさんね、今回は気になるところシリーズの203話ってことにさせてもらいますけども、204話も待ってます。それではお疲れ様です。